僕は鳥山明 のですねドクタースランプ好きなんですけども、これあの漫画で読んでる人はドクタースランプって言うんですけども、アニメで見てる人はあられちゃんって言うんですよね。で僕はあの作品のことをあられちゃんと呼んでる人はアニメから入った人だと思ってるし、ドクタースランプと呼ぶ人は漫画から入った人だと思ってるんですけども、ドクタースランプね、第1話のなんかね表紙からねとんでもなくかっこよくておしゃれですよ。これドクタースランプのですね第1話の表紙なんですけど、あの2色カラーだったんですね、当時の少年ジャンプのドクタースランプ、まあ、あのオールカラーで始めさせてもらえなかったって。でこのヒゲの描き方、タバコの加え方、歯並びから分かる通りですね、リアル思考なんですよ。でボタンもですね、あのこれあのボタンダウンのシャツ着てるんですけど、ボタンダウンのボタンの厚みまで描いてますね。こういうリアル思考でありながらちゃんとあの顔がギャグですよね。人間の口って引っ張ってもここまで伸びないし、汗もこんなに大きくないし、眼球もこんな人間っていないんですよ。すごくそのリアルに描く部分とデフォルメして描く部分とですね書き分けてるんで、その中に、あられちゃんの二等身キャラみたいなものが入っててもそんなに不自然でないと、一つの話になってるんですけどもですね、これえらい難しいんですよ。っていうのはこのリアルな書き方自身は当時すでに大友克洋が書いてたんですけども、大友克洋が書くと全部大友になっちゃうんですね。つまり汗のサイズこういうふうにならないわけです。でこの汗見たら汗の中に影とハイライトまで入ってるんですよね。でこんな変な書き方っていうのはなかなかできないんですよね。今汗アップになってますけども、この変な書き方できないですよ。こういうデフォルメを平気でリアルの中に入れれるというのが鳥山明の特徴ですね。漫画やわみたいになっちゃいますよね。で大友克洋を意識した漫画家っていうのはみんなこのリアル一辺倒の絵になっちゃうんですけども、これ鳥山明は自分の絵にしてるからデフォルメをこんなに綺麗に入れることができるんですよ。ドクタースランプ始まって第12話かな、のりまきあられがですねロボットであるということを隠して学校に行くシーンです。最初先生出てきても、この先生からしても誰かモデルがいるんだろうなという書き方ですね。でこの辺の漫画の書き方はまあものすごく漫画っぽいデフォルメしてるんですよ。山の書き方とか、あのカラスが飛んでるとか。でこの絵はモデルがいるということが明らかにわかる、ちょいっとだけリアル寄りなんですね。でこの絵はデフォルメ寄りかっていうと、あのあられとその友達の女の子の名前忘れちゃったの、あのこの頭の形まで 3D で描いてる、この感覚からしてですね、かなりリアル寄りなんですね。であられがボールを投げると、そうするとまあ遠くまで飛んでいくとギャグなんですけども、やっぱ見てほしいのはですね、このあられの投球フォームとですね、あと投げた手が見えなくて、で投げた手の流線が顔の一部を隠す、ボールが飛んでいく、この立体感というかですね、ダイナミズムですね。割と最初捨て駒まで入れて、リアルな人物捨て駒会話入れて、いきなりアクションなんですよ。この間がなくていきなりボンと投げて、で飛んでいくボールのリアクションというですね、ここら辺は最近の漫画と同じなんですけど、この辺のリズムというのはですね、なかなか今の漫画でもですね、だから作りにくい。あ、あかねちゃんですね、ありがとうございます。他のページではですね、せんべいさんがですね映画館に映画を見に行くシーンですね。映画を見てると興奮してですね、こう隣にお坊ちゃんが座ってるんですけど、ちっちゃい男の子が座ってるんですけども、興奮したせんべいさんはスクリーンに向かってその子供を投げてしまうとギャグやるんですね。後ろだと言っとるだろうがって言って、子供を投げたらそれが怪物に当たって、でスクリーンからその子供が反射するというか、ね、跳ね返ってくるというんですけども、これをね一コマ内で描けるセンスがすごいですね。なかなかねこのデフォルメしながら遠近感をごまかしというかですね、で見てる人間に何をやってるのかっていうのをですね、一方向からだけ分かる絵っていうのはとんでもない画力ですよね。画力っていうのかな、漫画力って言ったらいいんでしょうかね。もうこうなると絵画を描くうまさではなくて漫画を描くうまさなんですよね。漫画力がとんでもなく強い作家だっていうのが分かります。遠近感の取り方と漫画なりの嘘のつき方がすごくうまいですね。あとですね、やっぱりあの鳥山明の魅力っていうとデザイン性と可愛さですか。やっぱね最高傑作は僕鳥山明の、あのいろんなドクタースランプの中の発明品の中で最高傑作はタイムスリッパーだと思うんですけども、タイムマシンを発明したぞっていう時にですね、タイムスリップするからタイムスリッパーだと、
スリッパーだからスリッパーを履いてるぞと。前から見たらあの目覚まし時計の形をしていて、タイム君の選択ボタン押すと過去に行って引くと未来へ行くって、この分かりやすさ、もうここら辺藤子 F 不二雄ですよ。でダイヤルがあって年数設定ダイヤル、このダイヤルをですね、あの1111とかすると、まあすると1111年っていうふうに表示メーターに出て、これであの過去とか未来に行けるわけですね。でツルツル板というのに乗っていて、ツルツル板と接続コードに結ばれていると。でこの、ツルツル板の上でタイム君がですねスリップすることによって、つまりツルンとこけることによってタイムスリップが発生する。そうするとこの板の上に乗っているもの全員が、同時にタイムスリップするというですね、そういう仕掛けなんですけども、本当にねこうなんでしょうね、このコマの中に機能ですね、どういうふうにしてこの機械は使うのかという機能と分かりやすさとダジャレと可愛さがですね全部入っている。おもう本当にすごいですよ。タイム君見た時、僕この可愛さとかっこよさと、でやっぱこれ藤子 F 不二雄もそうなんですけども、一見ですねありえないことを書いているようでいて、 SF 的な部分を全て抑えていると。どのようにしてインターフェース組むのかとかですね、どうやれば間違いなく扱えるようになるのかっていうですね、そういうなんかフェールセーフ的なものもですねちゃんとこの中に入っているところがうまいですね。でツルツル板に最終的にあられとかが乗ってですね、あの時間旅行するんですけど、ここら辺はドラえもんのタイムマシン的なみんなが乗れる乗り物感っていうのも出してる。もう本当うまいですね。これがあの第10話なんですよ。第、ね、7話ぐらいまででドクタースランプ、実はのり巻きあられはロボットです、それを隠して学校に行ってます、ドタバタ騒ぎみたいなものが一段落して、で8話ぐらいから博士が次々と毎回変な発明をしてっていうですね定番パターンに入るんですね。このタイム君が出てくるのは第10話なんですけども、もう最初期のあたりから完成された絵柄と、まあ、描き方で出てきたわけです。ドクタースランプはこういうふうな形で連載長いこと続いたんですけど、ドラゴンボールもですね初期の流れが僕好きでですね、初期の流れっていうのはやっぱこのドクタースランプの味が残ってるんですね。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。